今年の近畿インターハイで2分9秒54、2分10秒を切る記録をマークしていました。さらに下森美咲、北九州市立高校は昨年の全国中学生陸上のチャンピオン。またその下森の記録を上回る昨年の中学ランキングトップ2分10秒3秒をマークしているのは竹原と市大島高校。
生徒砂田芽衣文昌城高校2分10秒切ってきました。これも終わった自己ベストでしょうか。砂田芽衣文昌城高校2分9秒31の自己ベスト。2着武田亜子日大三島高校2分9秒90こちらも自己ベスト。3着鶴瓶君一白村県高校2分10秒09こちらも自己ベスト。